ぐらいでね、うん、20円をしてたもんね。この組み合わせすごい組み合わせができてる。あちゃん何映ってるやろほら、ごめんね、あのもうコーヒーが混ざらぬよ。じゃあこの4人で行くんでね。うん、4人かな。はい、今から五島の中央公園に行きたいと思います。中央公園？椿公園。あ、椿公園。中央。はい。いっぱい乗っとっけんかな。そうかわからんね。ね、ダンボールが破けてしまって。めちゃくちゃ。海が見えるね。あれ鬼岳ね。あれ鬼岳。アマゾンなんですね。はい、到着しました。これはここは五島の椿公園というとこなんですけど、はい、車が2台しかありません、はい、あそこら辺に滑っていくのかな。めちゃめちゃ開放感のあるね。よいしょ。はい、だれだれ。おお、誰もいない。すげえなこれ。でもすごっ、すごい。あ、そこ、ここ。見えてんのこれ。ここ鬼岳、あそこ。上ね、こっちが。あれが五島の鬼岳です、あれ。待て待て、パパから行こうか。危ないかったらあれやけ。結局全員。うわ、結構怖いかも。はい、どうぞ。じゃあパパから。じゃあ、今から草杉行きたいと思います。結構怖いよねこれ。頑張ってください。頑張れ。行くよ。怖いよ。行くよ。滑らんちゃろ。おお。滑らんちゃろ。おいていていた。おいていていた。うん、大丈夫。痛い。これ重いからさ。動かない。おいていた。おいていた。あこちゃん足上げて足。あこちゃんの足だ。あこちゃん、あこちゃんほら足こ、足こ。笑いよ。わバッタ、でかいバッタ。ほら。バッタ。わでかい。お虫。いい感じに滑り降り。何取られた？あ、お菓子取られた。カラスに。あ。ほらあった。ガラスからの。あ、シャボン玉が入ってたんだね。シャボン玉だったんだ。よいしょ。よいしょ。シャボン玉取られたってことか。食べ物じゃなくて。よいしょ。おー、うまか。じいじうまかやもん。うわー、大絶景です。あの島は何の島？黒島。あ、黒島あれが。そういうことか。すごい。うん、気持ちいいね。こんなの草原にシャボン玉が。本当よ。ほら。おわあ、すごい。全部になる。はい、ここが鬼岳でございます。上まで登れます。桜が咲いてます。桜。はい、商品産品センター鬼岳。え、おかん何？見晴らし最高。食べる？さつま揚げごとうどんです。出てるよ。これが全般的に入ってる。はい、では行きますよ。ここ今いましたっけね、今ね。スタート。ゆら頑張って。あどうだ、おお、ゆらが。あらー、どうしたこっかこら。寝とったい。これで、これでや。車の中でも小顔しよう。殺すんや。もう完全にヒロトや。おお、寝たね、ちゃんと。うわぁ。かわいい。かわいい。I wanna wonder
感じが、はい、石原の 若かりし頃です。はいはい、これほらかやのちゃん二刀やろ、ほら拾っとよこれ多分、ね、パッパってやばそう。コスモス着きました。あ、びっくりした。長崎でもなかなかめったにないぞこのコラボ。あるよ。99円ある？あるよ。ある？だって違うよね。うん、安かったね。これだけ買って2000円で割と安く。マルシリエになった。お医者さんとか。長いね、そんなね。飲み比べて2個しか買ってなくね。もうノンアル優勝や。橋ならあるよ。あるうまほら。これ何刺身？これ私かな。この白いバナナで食べるような、うん、この揚げ物は。お父さん先やっていい？あー、もう取った。ゆるゆる取って。なんでもうちょっとあの、親父に近づいてくれる皆さん。嫁やろ。嫁のね、出てくると画面が割れてしまってね。持ってらっしゃい。すごいな。あ、これリカちゃん。すごい。ひどかはどっちや。おいしい。ね。階段があるっけ。なんか変なのが入ったの？見るやろ。明日となんとかみたいな。あ、そうね。これ？多分違う。うん？それとこれと2つ開けに、ね、うん、どんどんだけ、うん、あー、本当だ。何のお手伝いをしようって偉かった。偉かよ。偉かよ。コスモスのクリームパン好きさ。安く99円ぐらい。風の日どか釣りができそう。はい、昨日これ昨日来ましたね。はい、よしよし、はい、けーとね、なんじゃ。おー、ちょっと雨が降ってきたかな。なんかここサーフ釣りができそうだな。うわ、めっちゃ足跡。ポーズはすっとったい、ちゃんと綺麗な貝殻選手権。貝殻見つけんじゃったよ、綺麗な貝殻。じゃあこれも俺が優勝や。これ何これ、ほらみんなこれ、なんこれ、なんちこれ、ほらして綺麗なのが指さすけんね。自分の梨よ、じゃあ自分の梨か、わかった。自分が綺麗なのを指さして、はい、いくよ、せーので指さしてね、うんうんうん、はい、せーの、はい。あ、それも綺麗ね、うん。じゃあ、やっぱパパの優勝や。パパの優勝。これほら、形が綺麗なのよ。まず。この貝殻の形が見つけ出しいんじゃったの、ね、はい、気持ちいいです。みっちゃん。あっち行ったみたいですね。こう。この雨やったらちょっと厳しい。はい、ガスクなの。お母さん。まあ疲れればね。うん。達者がランド来てます。よし。気持ちよかった。あ、早かったやん。うん、もうサウナ3回ぐらいしたわ。いや、
そうなの、そんな暑くなかった。はい、気持ちよかったです。ねえ、お風呂シャンプーなかったって衝撃的やった。いや、後藤の中だって。マジで。はい、今石原が昔自転車で友達とよく遊びに来てたアーケードにの中に入ってきました。見てください。はい、もう結構な寂しくなっておりますけれども。よくここ自転車で友達とね、ここ町なんで、福江の大都会のね、もう中心街なんで、よくここ遊び来てたんですけど、ここら辺にね、CD ショップとかいっぱいあったんですけどね、もうシャッターが全部閉まって、もう僕が覚えてる、知ってるお店はほとんどないような感じでございます。懐かしいですけどね。で明日のね、フェリーがめっちゃ朝早いんで、7時20分なので、今のうちにちょっと、チケットとか、なんだ、お土産とかをちょっと、買いに行きました。駐車券、長崎の駐車券、ここで、これね。はい、お土産カフェ5と、来ましたよ。うまっ。子供に入れたい。お茶のお茶の。それのコップで飲む。もう帰ってきたよ。明日7時に出るならさ、何時に出るの？え、ゆうかさ、早いな。明日に出るの。パパ、何時にさ、着くの？フライトか、フライトか。あんただけじゃん。俺パンツに出ます。パンツに出ます。作る。ひどかマジで。この写真この写真。ひどか。それでこの時に午前中ほら真ん中ば陣取っとくけどさ、もう石原が真ん中やけん何でも。この時に一日腹ば壊して修学旅行寝とったっていうね。これで笑わせればいい。じゃあもうあと最後一枚撮ろう。はい、もう最後一枚。はい、最後最後最後。ハッピーシクシ。よ。ちょっと。I love talking on the phone.ママっていうところがママって、これママだって、ママこれママまたねまたね、お兄ちゃんね、バイバイって、人の荷物まで何で渡しようとかってたか、しかものどこの今のお母さん私のもよかったね。寒くない。正直また頑張って。ね。休みに入ってI'm gonna love you to the end of time. 結構怖いよねこれ。頑張ってくださいね。怖いよ。おお。おいたいたいた。
ー